皆さんどうも、シンガーソングライターの長谷川パセリです。日本一周1163日目の今日は、わかります？ここどこか。わかるよね。そうなんですよ、高知県にやっとこさ来ました。で、昨日は海に行って釣りなんかしたんですけど、まあ全然ダメでしたね。これから高知県行って釣りを楽しもうとしてた皆さん、ごめんなさい。私がここの海の魚、根こそぎ釣ります。もう全く釣れなかったので、もうお腹はペコペコのペコです。だからといって今日ここで何するかなんか考えてるわけではないんですけれど、なんかいい感じのとかあったらブラブラしたいなと思ってます。それでは行ってきます。行ってきますよ。行くんですか？行きますよ。やばい、ダラダラしてたらもう日が暮れてきちゃったよ。八百屋さんがある。もうちょっとお話を聞いてみようかな。なんだこの植物は。チャーテ。今年で24年目、謎の野菜がある八百屋、コーテ屋へお邪魔しました。すいません、チャーテってウリか、ハヤトウリかな。高知で作られている地域特産の果物、果物、野菜か。どういう風にして食べるんですか？焼き入れたりとか、酢物にしたりとか。酢物にするんですか？車中泊してよくご飯作ることがあるので、1個購入してもいいですか？キュウリの仲間、チャーテをゲット。カロリー低くて、もりもり食べても OK らしいよ。他に高知らしいものってございますかね？生姜。生姜、それってございますか？こちらに。すいません、失礼します。これは去年の。でっか、こんなでっかい生姜あるんですね。すごいな。香りもやっぱり強いものなんですか？なんて言うんだろうね。いや、美味しいって言うよ。あ、美味しい。美味しいって意味わからんけど。意味わからんけど。意味わからないけど美味しいですね。あれ言われて、はい、これあげるから。ありがとうございます。まぶしたらそれでいい。絶対美味しいじゃないですか、そんなの。これね。はい、何ですかそれ。生姜のね、寒天ゼリー。すごい。生姜が体温まるから。ありがとうございます。これ高知県、ああ、落としちゃった。早速ちょっと今いただいてもいいですか？1個いただきます。意味わからんけど美味しいです。まあ気をつけて。はい、ありがとうございます。日本一周頑張ってください。はい。お時間割いていただいてありがとうございます。気をつけてね。はい、ありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。なんだこれ。すごいな、芋けんぴタワー。本物なのかな。ちょっと一人で撮影しているので手のひらでしか比較できないんですけど、めちゃめちゃ大きい。すいません。こちらで働かれてる方ではない。おったけんど、はい、今やめてる。ああ、ありがとうございます。あ、いいんですか？なんかすいません、ごめんなさい、お忙しいところ。手作り芋けんぴ専門店黒潮物産へお邪魔したので、ご主人にタワーの謎を聞いてみました。え、あれって本物ですか？本物ですよ。すごいな。なんと芋けんぴ1万5000本を使用しているらしい。ご主人曰く、作り始めてら止まらなくなってしまったとのこと。実際にこちらで芋けんぴを作られてるんですか？そう、もう全部手作りやからね、15種類これで全部手作り。すごいな。お芋はどちらの芋を使われてるんですか？九州の黄金千貫という。黄金千貫知ってます？私、はい、天聖酒造の高谷と言います。鹿児島県の天聖酒造さんへ取材をした時、芋焼酎に使われる芋が黄金千貫だったよ。でもこの日はぎっくり腰になっちゃって大変だったよ。よろしくお願いします。どうしますか？こんなところで繋がるとは。そう。あ、そうですか。これ香りだけでも、マスクの上からでもかな。わ、すごい柚子の香りがふわっと漂いますね。花粉症にもいいしね。それをじゃあ芋けんぴに混ぜて。そうです。これは美味しいだろうな。評判です。ありがとうございます。どれでもいいか。いただきます。うまい。柚子の香りがわーっと香りますね。こんなに美味しい芋けんぴ作ってたら、芋けんぴタワー作りたくなる気持ちがわかります。でもそもそも芋けんぴタワーを作ろうと思ったきっかけは何になるんですか？最初作ろうと思って作ったわけではないです、ね。あ、そうなんですか。浜から出して、はい、こう上突き上げたら自然に高くなってるから。自然にできた結果が面白いな。もっと高くしてタワーにしようということで自然に。へえ、発想です。男のロマンが詰まった芋けんぴなんですね。はい。
ありがとうございます。はいはいはい、すいません、案内していただいてありがとうございます。では失礼します、はいはい。ありがとうございます。商店街にやってきました。にしても商店街に入る前からもう受け入れてくれてありがたいですね。みんな優しいな。ほらら、かまぼこのお店がある。こちらはかまぼこ専門店になるんです。そう。農林水産大臣賞に5回も表彰されたかまぼこ屋と天ぷらのお店を経営されてるかもかなさん。実はただものではない人だったよ。あ、大丈夫ですか。もう商店街からこの通り出るぐらいもう活気づいてるんですね。あれ漫画だよね。ん？漫画。漫画ってどういうことですか。こんなの。え、すごい。え、この4コマ漫画は誰が描かれてるんですか。私。漫画家さんですか。あ、嘘。実はかもかなさんはかまぼこ屋以外に常連客や家族との日常を作品にした漫画家としても活動していて、大橋通り商店街の画伯とも呼ばれているらしいよ。天ぷら売りながら漫画売る。こちらの天ぷら屋さんも一緒にやられてるんですね。そうそうそう。あ、素敵。働いてるとそうですよね。ほらまた味のある絵で。どうぞ。わあ、すごい。こちらやろ。ここで10分か15分までさらさらと描きますわね。こちらで描かれてるんですか。そう、ほんとだ。よく見たらかまぼこを売るとかではなくて、そうそう、作業台になってるんですね。すべて手書きで書かれてるんですね。そうそう、もう下書きなしで。あ、もう一発で書かれてるんですか。一発入魂。マジ。あれ今一瞬ジャングル行きました僕。こちらのね、はい、過去のごぼう店です。ごぼう店。全国にこんな美味しい天ぷらはないです。じゃあもう高知一時ではなくて、はい、もう全国で一番の天ぷら屋さんなんですね。そう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 。魚さばいて、はい、やるゆき。あ、じゃあもう贅沢に魚が使われてるんですね。そうです。さっきごぼう天気になったんで、はい、いただいてもよろしいですか。ありがとうございます。これやってみよう。これはね、かまぼこのすり身のエソというやつ。エソという魚を使ってるんです。ではいただきます。はい、うまい。おいしい。ごぼうの香りがいいですね。すり身もエロ。うん、すり身もよかった。本当にもうイカ天なんてあるんですね。これじゃちょいし、うん、食べてごらん。これおいしいな。うん、おいしい。しかもサックサクですね。そうそう。なんで釜こんな大きいフライヤーで揚げる。あー、大きい釜で贅沢に揚げてるからこんなにサクサクになるんですか。そうそう。うん、5枚凍ったら得や。5枚凍ったら遠隔商売ですね。遠くからえ、なんですか。え、ありがとうございます。やった。それでは、ありがとうございます。ありがとうございます。お腹が空いたらね、はい、松岡かまぼこ店へ、はい、漫画もあります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。おお、なんか海岸線沿いの道路に出てしまった。ということで、唐突に YouTube にいただいたコメントでも読み上げましょうか。山口県でキャンプした動画ですね。食事を切り詰めてるはずなのに思いっきり美味しそう。そう、バカでかいカサゴが釣れたんでね、まさかの贅沢になりました。パセリさんめちゃくちゃいい人で面白い。しっかり食べてくださいね。めちゃめちゃ食べてます。そしていい人ではないですよ。もう気に入らない虫はすぐ殺しますからね。おー、すごっ。何これ、高知県にハワイあったんだね。入ってみようか。すごいね。高知県にハワイ始めました的なお店があったのでお邪魔してみました。こちらにいらっしゃいましたね。お話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。急にハワイへ到着してしまって、はい、ここは一体どういう場所なんでしょうか。ハワイです。ハワイです。ここはハワイなんですか。はい。これ日本一周終了になっちゃいますね。ここはですね、はい、僕もあんましよくわからないんですけど。オーナーさん自身もわからない。基本はカフェと1階にちょっとしたハワイアン雑貨を置いてあったり、はい、あなたのような日本一周を、はい、こうバンライフをされてる方に、はい、ここで泊まっていただいてもできる施設になってる。 RV パークのような、僕のような旅人とかを温かく迎え入れてくれる場所なんですね。そうですね。ご主人はハワイによく行かれるんですか。僕ねちょっとね旅行関係の仕事してて。そうですか。ハワイが何とか行って、はいはい、もう惹かれて。ああ、そしたらもう高知県にハワイを作ったろうと。そうですね。ちょっとラジオ番組なんかもね、え、
持ってるんですよ。あ、だからこれが立つんだ。いやいや、そんな。ちょっとだけお邪魔してもよろしいですか、はい、どうぞ。あら、完全にラジオブース。ご夫婦で一緒にお話しされて。そうですね。あと、パーソナリティで、高知の、シンガーソングライターの方がパーソナリティやりながら発信してます。はい、これはどのようにしたら聞くことができるんですか？これはFM 高知。あ、FM 高知で流れてるんですか？18時40分から土曜日やってます。めちゃめちゃすごい。出ますね、今度。出たい出たい。カフェがあるってことは、じゃあコーヒーも売られてるんですよね。コーヒー豆も売ってます。これってまさかハワイの豆ですか？ハワイの豆。わあ、飲んでみたいな。おすすめは何になりますか？買うコーヒー。買うコーヒー。はい。ハワイとのね、豆です。ああ、そうですか。それ一ついただいてもよろしいですか？ありがとうございます。ゆっくり飲めるコーヒー、贅沢だ。ユーチューバーさんはあれですか？はい、シンガーソングライターやってるんですよ、実は。はい、なんかやっていきませんか？え、マジですか？いいんですか？もっと早く来てくれたらお昼どっさりお客さんおったのに。あー、そっかいや、僕の歌で集めます。何もしなくて仕事は、おうおうおう、したくはないけど、そりゃ羨ましいとは思う。僕は資格もなければ学もないけど、ノノノ、どこかの誰より一番楽しいことしてる。隠れてお酒を飲んだところで何か味気ない。少しの元気と愛情あれば何もいらない。つまらない、ロロロ、楽しい世界でそりゃ生きてるだけで幸せ。嘘をつくのは簡単だけれど何か味気ない。少しの余裕と君さえいれば何もいらない。たくさん笑ってたくさん泣いて、明日はこれだけ